臭くなるまで奴は食うのさ。そうさ、臭くなるまで食わなくてはダメだ。臭くなるまで食えば食うほど君は南千住の商店街を歩いているだろう。鞘の紐の来たことがあるかい。一口食えば君は北千住にひとっ飛び。涙橋で4トントラックに飛び乗って、そうだよ、コスメの工事所と背比べ。ちょっとあなたの方向を向いてごらん。丹目断定が手を振ってるぜ。田中邦衛も4トントラックの上に立ち上がって、もう常駐は今と招いてる。君はある時この歌を聴いて何事も感動しなかったと自分に気づいたろう。そうだ、君はパソコンなんか実現されたのさ。できることは一生インターネットなんかやってんじゃなかったと思うだろう。そうだ、全てのものが珍しく Twitter なんか見なくても楽しいのさ。そんな風な赤ん坊の君は羨ましい。すいませんでした。